こんにちは福井教育支援サークルの吉田です。今日は1年生の国語約束についてお話をしたいと思います。これは新しい教材ですね。えー、と、まず設定からいきましょう。まあ、どこのお話ですかと。まあ、木の上の話ですよね。えー、登場人物は誰ですかと。これは3匹の青虫と大きな木と、えー。続いて、まあ、エピソードとクライマックスに入るんですけども、まあ、まあ、発表 をををめぐっっててて喧嘩をしいいいた3匹のの青虫が広い世界のことと知って仲良くなるという話ですね簡単に言うと一番大事なのは音読です。えー、と言いますのはここのちょうど前辺りでひらがなの学習が完全に終わります。えー、で,ですからね、えー、この文章もすべてひらがなで、木だけ漢字なんですけどもす、ね、べてひらがなで書かれています。えー、まず音読練習を十分にする。 それからですね、まあ、音読練習にね、えー、ちょっと変化をつけるために、青虫の会話文を取り上げ、どの青虫が話したかを決めると。ね、3つ目のまとまりのところの話では、どの青虫が喋ったかということがわからない感じになっています。これね、証拠も見つけようがありませんので、子どもたちと相談をして、えーね、どの青虫が喋ったというふうに決めればいいと思います。で、大きなキーの役なんかも決めて、えー、例えば先生が字の文を を読んで、えー、子どもたちが会話文だけ読むだとかそういったちょっと変化をつけた音読練習なんかも取り入れていくと子どもたち喜ぶんじゃないかなというふうに思います、えー、読解はですね簡単でいいと思いますねまあ、このお話はいくつの話からできていますかこれ一行脇がありますから三つということが分かりますこの辺りはね一年生でもやっぱりできるようになってほしいですね え続いて、1、2、3にはどんなお話が書いてありますか。これ、エピソードの要約というのはね、まだ無理だと思いますので、まあ、書いてあるところを取り上げて、子どもたちがね、えー、まあおおよその話ができればいいというふうに思います。例えば、1のところではね、まあ、1匹の青虫がいたお話であってもいいし、1匹のお話が蝶に変わる日を待っていたお話であってもいいと思いますね。2のところはね、2匹目の青虫と喧嘩になった話。 3のところはね、えー、まあ大きな、ね、広い世界を見たということなんですけども、まあ、できればね、えー、蝶になって飛んでいく約束をしたというような言葉が子どもから出てくるといいと思うんですけども、まあ、木の上に登った話であってもいいと思いますね。まあ、とにかくね、要約をしていく第一歩というふうに捉えればいいかと思います。えー、続いてですね、まあ、いよいよクライマックスに入るんですけども、まずね、まず喧嘩をしていたということを確認します。 ね、3匹の青虫の喧嘩の原因は何ですかと、えー、そしてあの光っているところっていうのはちょっと内容から外れるんですけども「えー、青虫たちはまだ海を知りません」「あの光っているところは何だろうと」とここをね正確に読み取らしたいなと思って、えー、発問として入れました、えー、そして最後これはクライマックスの確定ですね、えー「3匹の青虫が仲良しになったのはどこですか教科書に線を引きなさいと」と まあこれね、えー、いろんな意見出るんじゃないかなと思いますというのはね、えー、だんだん仲良くなっていく様子が描かれています、えー、私はね、えー、一番最後のページ、えー、それならみんなで行こうとこの一文かなというふうに思いますまあこういったことをして、えーね、簡単に読解を終えて授業を終えたいなというふうに思います